幸運の直前、人生の流れが逆転する前兆7選。人生には運気が大きく変わるタイミングがあり、また幸運の直前に不思議な現象が起こったりもします。今回はそんな7つの前兆をシェアしたいと思います。それでは早速確認していきましょう。1、大事なものを失う。自分の中で支えとなっているようなもの、人、仕事、そんな大事なものを失うことは誰にとっても辛いことでしょう。しかし、それは人生が大逆転する前の兆しであることがあります。スピリチュアルの観点から見ると、大事なものを失う苦しみに耐えると、あなた自身の器が一回り大きくなると言います。大事なものがなくなってしまっても、しばらくすると少し大きくなった器に従来より大きな何かが新しく入り込むのです。失うことはより大きな幸福を得る前触れなのです。2、金がついたものをいただく夢。夢診断では何か物をいただく夢というのは一般的に虚無だとされます。しかし、金や金箔がついたものであればそれは吉夢だと言われます。とりわけ経済面での幸運が訪れます。突発的にお金が入るようなラッキーがあるでしょう。3、自信の喪失。何かを得意になって進めていた最中、突如訪れたトラブルや挫折、芽生えていた自信も失ってしまいますよね。しかし、これも人生が大きく良くなっていく前触れであると言います。大きな変化を起こす上では、初心に帰ること、謙虚さを取り戻すことが重要です。客観的に見た時の自身の位置を把握しないと、人は根本的に変わることができないからです。言い方を変えれば、劇的な変化が起きる直前の人にだけこうした自信を喪失させるような短期的な苦しみが起きるのです。4、爪に白点が出現する。手相の世界において、手のひらや爪に黒点が出た時は注意が必要です。一方、白点が出ている時は幸運の知らせです。出た指によって意味が異なり、親指は恋愛や婚姻関係の面での幸運、人差し指はもうじき願いが叶うサイン、中指に出ていれば引っ越しや旅行をすることで何かしら良いことが起きるでしょう。薬指なら名誉や人気を得るチャンスに恵まれます。小指は財運や子供運の上昇サインです。5、体調不良。頭痛が続く、倦怠感があるなど、肉体面の体調不良だけでなく、なぜか気持ちが落ち込む、あまりやる気が出ない、そんな精神的な面での体調不良も含みます。自身の感じ方や考え方が変わり、運命が、人生が変わっていく直前というのは、無意識下で様々な新陳代謝が行われています。自分では意識ができないところで、いわば体のあらゆる面での変化が起こっているのです。ですから、表面的には理由がわからない頭痛や倦怠感などに襲われます。この時期は苦しい症状もあり辛いですが、無理に抵抗したりせず、これから人生の流れが変わっていくことを楽しみに待ち、前向きに捉えるのが大切です。いわば好転反応のようなものですね。6、他人が野球をする夢。夢診断の世界では、自らが野球をプレーする夢を見たときは虚無だと言います。疲労が極限状態に至っている可能性があるので、意識的に休息を取ることが大切です。一方で、他人が野球をプレーする夢を見たときは、あなたに何らかの幸運が訪れる前触れです。楽しみに待っていましょう。7、運気の節目。四柱推命や風水、スピリチュアルの世界では、2月の立春を境に運気が変わると言います。また元旦などの年の変わり目も同様です。個人の話で言えば、誕生日もターニングポイントになり得ます。現在苦しみにあえいでいても、このタイミングを迎えれば、また運の流れが変わってくるはずです。このチャンネルでは、運気や手相のことなどを中心に、ほぼ毎日投稿しています。もしよかったら、高評価ボタンやチャンネル登録も、ぜひよろしくお願いいたします。